先日買った電動ドライバー、精密ドライバーになるか。アンマン水晶で遊ぶ。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんがね、水晶で遊んでます。水晶でね、なんか遊んでる。これね、全部一回洗おうと思ってこれに入れてね、洗ってたんですけど、洗って月の光にね、さらすんですけど、アンマンちゃんがね、遊ぶんだと。ちょっとここに置いてたらね、アンマンちゃんが勝手に遊んでます。まあ楽しそうだからいいけど、冷たいしね、いいんだろうね。それでは本編スタートです。どうもプリでーす。お元気ですか皆さん。今日はですね、先日買った、こちらの、羽合木のね、ドライバーなんですけれども、電動ドライバー、これをね、精密ドライバーとして使えないかなと、ちょっと考えております。まあ精密ドライバーってこんな感じですね。このビットをね、使いたいんですよ。これ 3.9 ミリかなんかのビットだと思うんですけど、これをね、使ってみたいんですよね。で、ネットでいろいろ調べたんだけど、なかなかいいものがなくて、で、ふっとね、思い出したんですよ。そういえばね、この以前ロボさんからもらったドライバーセット、この中にね、あるんじゃないかと思って調べたらね、入ってたんですよね。これすご。これ。あ、ここにね、ちゃんとついてました。動画撮る前にね、試してたんで。これです。これがね、変換するアダプター。まあ、ネットでも売ってるんだけど、なかなかこれだけっていうのがね、Amazon でなくて。これのね、もうちょっと太いビットのやつはあるんだけど、この 3.9 ミリの、このビットのやつがなくてさ、ほら、マグネットでね、バチンって入るんだけど、これが使えるんじゃないかなと。そういうことです。で、それをね、試していこうじゃないかと。ピンボケだな。で、ビットがこんだけあるんですよ。で、今回ね、ここ 3.8 と 4.5 って書いてあるビットがあるんだけど、これ何かわかります？これこれね、皆さんも知ってると思いますよ。で、これとこれですね。こちら任天堂機器をね、開けられるビットです。任天堂のね、ネジがね、これなんですよね。で、任天堂のネジっていうのは、例えばこちら、ヨッシーアイランド、スーパーファミコンのカセット。これもね、3.8 のやつですね。で、スーパーファミコンはちょっと大きい 4.5 っていうやつ。それがね、こちら両方入ってるんですよ。このセットすごいでしょ。これもね、概要欄貼っとくわ。欲しい方は、ぜひ買ってみて。便利だから。で、じゃあ電ドラ試してみようということで、今試してます。いくよ。まあ、なんて言うんだろう。たくさん数がある場合には、楽かな。まあ、一個二個やるんだったらな、あまり変わらないかもしんないけど。これで開くんですよ。で、問題は、トルクがありすぎるんですよ。まあ、そこがね、
ちょっとどうするか考えなきゃいけないとこなんですよ。で、ちょっと今何やってるかっていうと、これビットはマグネットでくっついてんのに、こっちにマグネットが来ないっていうね。そこだけがちょっとな、まあ、そこだけちょっとね、今度改造するわ。で、こういうの締めるとき、トルクがありすぎるときは、ドライバーを軽く握ってね、回すといいです。そうするとね、あのネジを舐めないんで。もうドライバーが狂って回るから、先に。まあでも、数があるときは便利かな。例えば、20個電池交換しなきゃいけないってなったら、やっぱり電ドラの方が楽だね。こんな感じで。次はね、スーパーファミコンを開けてみましょう。4.5 だっけ。あ、これは楽だわ。あのね、勢いよくすぎないっていうか、なんて言ってんのかな。よくさ、でかい電動ドライバーあるじゃん。あんな感じじゃなくて、ぬるっていくから、そこがいいかも。筐体開けるときに、あまり強すぎると、メスが折っちゃったりするからさ。もう、いいんじゃないかな。マグネットがね、弱いのが気になるな。これはちょっと改造するわ。で、これね。今、チラッと見えたやつ。これ。これね、磁着マグネットっていうやつなんですよね。ドライバーに磁着させる磁気をね、つけるやつなんですけど、若干ついたけど、やっぱり弱いな。それ考えたら、これが、いわゆる、このビットのドライバーと一緒です。これもね、弱いんですよ。こんな風に。で、これもね、弱いんで、ちょっとつけづらいよね。マグネットはちょっと欲しいよな。なので、このビットだけはちょっとね、特殊なんで、中に、あれかな、マグネット埋め込もうかな。こういう風に入れて、締めればいいだけの話なんで。締めるときはね、こうやって、手動でもいいかもしれないですね。開けるときは、もう、ほんと数あると大変なんで。でも軽く握ってればね、ドライバーが先に回るんで、メス側を壊すことはないと思う。でも手動の方がいいかな。使いなくはないかな。これを使って、なんかをしてみたいな。というわけで、こういうね、キットを使えば、精密ドライバーのビットも使えます。これは精密ドライバーっていう感じじゃないけど、特殊ドライバーになるんでしょうけど、こういうね、精密ドライバーとして売っているもののビットが使えますよっていう話。で、この任天堂のやつが開けられるビットが入ってるやつがすごく便利だから、これ使ってもいいと思います。で、下にちょっとね、触れてないんですけど、白い、マグネットみたいなのがあるでしょ。
あのピックの横、あれも同じ磁着させるやつ。うん、それもねついてるねこれね。というわけですごく便利。まあというわけで羽子のね、デンドラが精密ドライバーとして使えることが分かったので、この形で使っていこうかなと考えております。でちなみにこの磁着させる、やつね、ドライバーに、これはねこういう風に取って、こういう風にまあ、磁着できると。でこれ擦って本当は外して使ったりするんですけど、まあこのまま使っても、うん、こうやってね擦ってスコスコしてから使うんですけど、磁気がつきにくいやつはこういうやつね。こういうやつ、ほら磁気つくんだけどすぐ外れやすいやつはこうやってね、これつけっぱで、うん、使うと便利ですよ。で一応これもね、じゃあリンク貼っときます。いろんな形があるんで、まあ、自分で探してみてください。で同じやつを貼っときます。こういう風にね擦ってやると磁気がつきますよっていう、そういう商品。便利でしょ。まあなので、まあ私はねつけて使うことが多いかな。まあなのでぜひ、こういう商品もあるよということだけ、皆さん覚えていってください。やっぱりねマグネットがあった方がねいいんだよね。まあ磁気があると修理できないものもあるから、まあそういった場合には、まあ、磁気抜かなきゃいけないんですけどね。噛んだ。まあそういう特殊なケースってまれなんでね。というわけで以上です。今日もねご視聴ありがとうございます。よかったらねチャンネル登録コメント評価いただければ嬉しく思います。いや精密ドライバーとしてね使えるんであればいろんな用途が考えられるんで、すごくいいっすねこのドライバー。買ってよかった。明日はなんか分解してみよう。